発注していたオリジナル基板がついに届いた。自分で設計した基板は一味違いますな。基板もついに完成したんだね。どういう風に作ったの？イーグルというソフトで図面を作成した。砲を片手に頭を抱えながら、これはさすがに苦戦した。図面が完成したら基板製造サービスに図面を送って製造してもらったよ。失敗を見越して5枚作ってもらった。さあ組み立てだ。よくわからない部品たちをハンダ付けしていく。そろそろ分かってあげて。ハンダ付けは落ち着くな。ハンダ付けは全全できた。気になるところはあるけれど、まあよしとしよう。ボディ、キーキャップ、ノブを 3D プリンターで製作。今回は強度が欲しかったので光造形ではなく FDM 方式の 3D プリンターを使用したよ。表面をヤスリがけして塗装、乾燥させたらまたヤスリがけをして塗装。これを繰り返す。手間がかかるね。塗装が終わったらキースイッチを取り付けていく。今回はチェリーの MX キーという上質な部品を使用させていただきました。はい。全部のキースイッチが取り付けられたら基板を取り付け、キースイッチと基板をハンダ付けする。次にマイコンをハンダ付け、ハンダ付けが終わったらキーキャップを取り付けていく。組み立て工程が複雑になってしまったのは反省点だな。ノブを取り付ける。うん、ちゃんと押せるし回せる。形になってきたね。そこのパーツを取り付ける。底面には滑り止めのゴムシートを貼ってみたよ。安定感もバッチリだね。そこのパーツには爪がついていてバチッとはまるようになっている。パソコンに接続してマイコンにコードを書き込んだら完成。すごいぞ、かっこいいぞ。使ってみよう。おお、ちゃんと動いてる。感動。今回は初めて挑戦することが多かったから完成できるか不安だったのだけれど、ちゃんとゴールできてよかった。感慨深いね。途中虫の息だったよね。次は二足歩行ロボットでも作ろうかな。虫の息じゃ済まないぞ。てなわけでブレンダー専用コントローラーを作ってみたシリーズ、ついに完結。ご視聴ありがとうございました。よければ他の動画も見ていってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。デジタルものづくりチャンネルでした。